こんにちは。こんにちは。毎日夕方5時に更新しております。今日のアクセサリーのお時間です。です。今日はミキティ。はい。自信作。超自信作。じゃった。じゃん。iPhone ケース？ iPhone ケースです。このね、このメーカーさんね、うん、見ました。アンカーだ。そう。わかった。わかった。バッテリー内蔵。イエス。アンカーさんがですねやってくれましたバッテリー内蔵ケース。おーで、ね、ま、アンカーさんのバッテリー内蔵ケース自体は初めてじゃないんですけど、うんうん、今回のこの名前がアンカーウルトラスリムバッテリー内蔵ケース。薄い薄い。へえ、持ってみたい。どうぞ。あのバッテリー内蔵ケースってケースの、まあ、そう軽い軽いケースの背面にバッテリーがもう入ってるわけですよ。でどうしても熱い重い、うん、もうまあそれそういうイメージだった。そりゃそうだって感じじゃないですか、まあね、バッテリー入ってるから、うん、この子ねめちゃ薄めちゃ軽なんです。これつけてみたい。これめっちゃ軽いよ。そうこれね軽い軽い、普通のハードケースとかと同じぐらいの軽さかなっていう、うん、つけてみましょう。つけるのも簡単で、うん、パーツを外して差し込みます。まだ簡単で上をあ全然重さそんなに、うん、感覚だけどね変わん、うんうん、ちょっと重いか、うん、ちょっと大きいケースをつけてるかなぐらい。そうですね、うん、バッテリー内蔵のケースをつけてるって思ったら、うん、めっちゃ軽い。めっちゃ軽い。下がちょっと長くなった感覚はあるけど、うん、この持ち心地はめっちゃ分厚いみたいなイメージはない。だってゆえこんなもあるもん、うん。普通のハードケースほどの薄さはもちろんないんですけれども、うん、バッテリー内蔵ケースはもうどうしてもごつかったんですよ。 そうだね、うん、それがねこんなに薄い。背面だけで言えば 0.23mm ですね。 0.23mm、はい、この背面の、うん、背面だけの薄さは 0.23mm なので、まあ、手帳型ケースとかと同じぐらいの厚みになるのかな。もうちょっと薄いかなぐらいです。本当にウルトラスリム。いや本当にウルトラスリム。ちなみにアンペアは？アンペアはですね2850です、ね。2850。はい。あと半分ぐらい。iPhone6 を1回は充電できます、ね。あ1回はできる。できますできます、ね。もしかしてこいつ自体に充電したら、うん、iPhone の中にも充電してできますできます。おあとあれもできます。同期とか。そう PC との同期もできます。えすごい。えどうやって？あの普通にこれ充電するときと同じようにケーブルをつないでいただいて、で普通にいつも通りに PC につないでいただければ OK。 こっちのライトニングに挿すと、うん、充電じゃなくて同期もできる。同期もできます。パソコンとマイクロ USB つなげる、うん、すげえすげえ。イヤホンはちょっと深いから、うん、細いやつとかじゃないと。そうですね。ただそのイヤホンはですね付属にイヤホンジャックアクセサリーがついてる。なのでもし入らなきゃ、まあ、純正とか、純正のイヤホンとか、うん、ここ細めのイヤホンは全然入るんですけど、うん、ちょっと太めな人はそれでも。そうだね、結構なんかあの長さ距離あるから、うん、なんかふにゃふにゃのところ持って抜くのは怖いからね、うん、これ使った方が安心。そうですね、でもどんな太さなものでもこれだったら使えますし、うん、あともう一個あった、あのその音関連でね、うん、どうしてもこういった前面を覆ってしまうケースってスピーカー、 iPhone のスピーカーって、ね、下にあるからダメだったんですけど覆ってしまってこもっちゃうんですけど、ここにね外部スピーカーがついてるんですよ。おアンカーさん音どんな感じで聞こえるんだろう。 YouTube とか見てみます。皆さんこんにちは。毎週水曜日、うん、結構クリアな。え普通に聞こえるね、うん、しかもiPhone だったら普段下向きに発されてるけど、うん、これ前向きやから、うん、なんか声で聞こえやすいね。なんかむしろ聞こえやすい。むしろ聞こえやすい。スピーカー、外部スピーカー、普通に別のスピーカーに繋いだ時の音に近いような気がしますね、うん、するね、うん、ほっていう。普通こもっちゃうんですよどうしても覆ってしまうと、うん、っていうのが結構ここですな。そうポイント高い。なるほど。そしてさっきのここと、うん、あとはここの横のサイドの電源も普通に押しやすい、ね、うん、普通に押しやすいです。なんかここだけくぼんでるし、うん、ボタンが普通に押しやすい。あとですね、そうもう一個スリムのところがあって、あの値段危ねえ。そう今日いきますよ、うん、値段なんですよ。えお値段でちょっと詳しいことは言わないんですけど、普通バッテリー内蔵ケースって高いイメージが結構高い、うん、1万円以上が触れないようにした、うん、
1万円以上普通なんですよ、うんうん、これね6000以下よっやばい、さすがアンカーさん。そうこれねアンカーさんちょっと頑張りすぎちゃったかな。え色は色は色は現状このブラック一色です。もしかしたら今後真っ白がいいとかなんか出てきそうですよね。アンカーさんお願いします。白やとさ今ゴールドですけど、うん、あの真っ白になったら真っ白の iPhone 気分が味わえるから。あそうですね、うん、なんかちょっと前の iPhone みたいな感じ で、うん、でサラサラとしてねマットな触り心地でなんか霜目立ちにくい、うん、目立ちにくい。でボタンここだね。そうですね。でそこで充電残量とか換気にもできます。なるほど。これは、うん、本当に、うん、本当にいいやつ。あれだね自信満々できたわ、うん、理由がそう頷ける、うん、結構誰に言ってもびっくりされる商品ですね、うん、これは。へえすげえ。なるほど。今回はウルトラスリム、うん、ウルトラスリムバッテリー内蔵ケース。アンカーさん、はい、それね、ゲームよくする方とかマップをよく使う方とか、うん、どうしても充電なくなるの早いですので、うん、こういうのがあればね、うん、あのモバイルバッテリーを、まあ、いつも持ち歩くっていうのももちろんありなんですけど、うん、まあ、単体でいいので、うん、そういった気軽さもあります。まあ、充電するときにあのこのケーブルのオーブロースターとかはないよね、うんうん、そうですね、うん、ぜひチェックしてみてください。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、すごいこれは超いい、うん、超いいケースです。ではお知らせいきます。はい、こちら17時のアップアクセサリーのコーナーなんですけれども、時間合わせましてアップバンクスターの方で17時から18時の間に特別セールを行っております。でこちらのセールなんですが半額以下の商品など多数ございますのでぜひですね、記事の方からセール行けるようになっておりますのでチェックをお願いいたします。はい、あとプラス、アップバンクの記事の方ではコメントをしていただけるようになっております。でこちらコメントしていただいた方の中から毎日1人ですね MVP コメントが選ばれましてそちらの方に特別なプレゼントを、しております。で今週のプレゼントは、高速 USB アダプターとなっておりますね。 PC などにつないでいただいて、早く充電ができますよという便利なアイテムになってますので、こちらもぜひチェックをお願いいたします。中添えは見せてなかったなと思ってこの機会に見せといた、うん、こんな感じ、ね、ここにさしながらなってます、ね、バッテリー内蔵ケース結構見たことない人が意外といたりするので、うん、あるかもしれない、うん、ぜひですね、うん、本当にいいか、本当に軽いし、ね、本当にそう本当に投げもねポンポンしたらこんぐらい、うん、うるこんぐらいの軽さ、うん、初めてバッテリー内蔵ケース使うかっていう方も、うん、これ結構と、うん、なんかとっつきやすいね、うん、おすすめです。すごく安いしぜひチェックしてみてください。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。毎日夕方5時の更新。今日のアプリ今日のアクセサリー動画はアップバンクでも同時に記事が上がっています。ぜひ合わせてご覧ください。さらにアップバンクの記事では、下にコメントがあります。そのコメントをしていただくと毎日一人素敵なグッズが当たるかもしれません。要チェックです。ではまた明日の夕方5時にお会いしましょう。引き続きアップバンクをよろしくお願いします。バイバイ。